何喋ったらいいんだっけ。あ、そうだ、台本があるんだった、忘れてた、すっかり忘れてた。はい、ちゃんと台本します。あ、はい、はい、せーの、こんばんは、AKB48 の明日よろしく、イエーイ。皆さんこんばんは。私は HKT48 の地頭エネレです。これテロップつけとこう。もしかしたら私のこと知ってる人しか見てないと思うけど、もしかしたら知らない人が見に来てくれてるかもしれないので、ですうになっちゃった、もういいや。はい、地頭エネレです、こんばんは。いつもは使い古してるあのなんか抱き枕みたいなクッションをあのこうやって顎大きいにこうやってしてるんですけど、今日は明日よろしくなので、あのショールームにあの寄り添ってこうってことで、あのショールームでもらったあのクマ、この子はあのクリスマスのショールームのイベントで、あのサンタ、今日はちょっと脱がせてるんですけど、やっぱり夏なのであの脱がせてるんですけど、あのサンタ帽をかぶってたので名前はトナカイって言うんですけど、あのトナカイを今日は顎置きに持ってきました。基本いつもこんな感じでショールームしてます。はい、この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバーが自ら次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマを発表します。アイテムを投げたりコメントを書き込むためにはショールームの無料アカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。多分皆さん多分もうしてると思いますけれども、まだの方はぜひお願いします。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面右下にあるツイッターマークを押してこの番組をツイッターに拡散してください。よろしくお願いします。あ、誰か後ろ立ててくれてる。あ、リュークさんありがとう。白首がクタクタありがとうございます。イエーイ。そして現在のユーザーランキングトップ5を発表するらしいんですけど、あいだ、5位がジャガさん、4位がブラックラビットさん、3位がピーイモポンモンさん、2位がミャオイさんで、1位が HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。はい、ということで前回の配信者、同じチームの HKT48 のチーム K4 の熊沢セリナさんから回していただきましてですね、熊沢セリナさんが私にあのよろしくしてくれたんですけれども、あ、ちゃんとここによろしくしてくれたんですけどって書いてあるので、そこは忠実にいこうと思います。はい、リーヌさんがね、あの私によろしくしてくださったんですけれども、はい、前回の配信者についてトーク、なんかでも本当に最近あのまあずっと1年とか1年半ぐらい劇場公演をできてなかったような状況だったんですけれども、その前はやっぱりどっちとも人見知りっていうのもありますし、なんとなく私が後輩だからちょっとこう
どう距離を詰めていったらいいかわからないっていうのもあって、あんまりこうどうやって関わったらいいかっていうのがすごく難しくて、でも激恥っていう HKT の、 あのメンバーだけで劇団を結成して、劇っていうか舞台、リモートの舞台を作るみたいなのがあったんですけれども、その時に同じチームで一緒にいろいろと活動したりとか仕事をしていって、その時にいっぱいおしゃべりするようになって、でそれからは普通の通常公演が始まってからも隣の席になったらいっぱいおしゃべりしたりとかして、だんだんおしゃべりするようになりまして、そうなんですよ、最近やっとおしゃべりできるようになりました。だから LINE 来た時に何事かと思って、なんだと思って、だからめちゃ嬉しかったです、回してきてくださってありがとうございます。耳でもお辞儀しておこう、ありがとうございます。そう、すごく嬉しかったです、本当に本当にね。それがなかったら多分あんまり本当にもっと距離が縮まるのが遅かったと思うので、激恥で、そうみんな意外がってたでしょ。そう、なんかリーナさんも言ってた、なんか一人だけねねって言ってくれてた方がいらっしゃったらしいんですけれども、それ以外は全然皆さん想像もしてなかったみたいで意外でしたよね。意外だからこそこっちもめちゃくちゃ嬉しくて、回してくださるんだと思って嬉しい。嬉しいですね。あ、1期生で回すのかと思った。すみません、全然4期生でした。ほとんど話したことないと思った。いや意外と楽屋とかでも全然喋りますし、なんだっけ、公演の MC とかも K4 の制服の目公演の MC は同じ、なんですか、同じ前半 MC なので、そこでも結構おしゃべりしたりとかしますよ。まあ、私がね誰に回すかっていうのは、まあ皆さん楽しみにっていうことで。まあまあまあ、あとは何を喋ったらいいんだ。軽くフリートークって書いてある。軽くフリートークっていうかあれですね、リーナさんから回していただいたテーマ、なんだっけ、今やりたいこと、そう今やりたいことについてちょっと喋っていきたいと思います。今やりたいことについて話していきましょう。なんかね、いまいちね、この進行1回しかやったことなくて、いまいちこの進行がよく分かってないんですけど、多分今やりたいことについて喋り出したら止まらないと思うので、今やりたいことはもう決まってて、私ずっとずっと水族館に行きたかったんです。で実はこの状況がなかったらっていうか、この状況になってなかったら、なんだっけ、メンバーと夜の水族館みたいな、今っていうか夏休み期間中にやってたらしくて、夜の水族館にまあタイミングとか状況を見て行こうみたいな約束をしてたんですよ、実は。聞いてないってごめん、秘密にしてたわけじゃないんだよ。いやちょっとやっぱ一面っていうか、やっぱメンバーが違くて、そうそうそう。そう、で行きたいねって言ってて、ずっと夜の水族館にって言ってたんですけど、やっぱりこの状況になっちゃって行けなかったので。そう、実
は約束してた、約束っていうか、まあ行きたいねって話してたんですよ。いつめん、いつめん誰だと思います？いつめん、あのあきちゃんとモカとそう、姉もねの3人で夜の水族館めっちゃ行きたいよねっていう話をしてたんですよ。そうなんです。なので実は、まあ、今年の夏、まあ、水族館に行くことを、まあ、目標としてねちょっと過ごしてたんですけれどもそう、行ってみたくて紛れもなくいつもそうなの行きたいねって言ってたんですけど、やっぱ俺いつもから忘れた、ごめんごめん、やっぱメンバーがちょっと今日は、今回はちょっと3人だなってなって、今度なんかバーベキューとかするときは誘うから、やっぱり変な寸劇始まっちゃうから。そう、みんなごめんね、みんなごめんね、違う時にね、違う、やっぱ大勢で水族館って行かないじゃんやっぱりね花火花火とかバーベキューの時とかみんな誘うから、やっぱだからちょっと今回はやっぱ違うかな、ちょっと少人数、今の時期はやっぱ少人数だなって思って、やっぱりごめんねごめんね、じゃあ違う日にみんな行こう、違う日にあのグループ作って違う日に違うグループで行こうね、みんなごめんねごめんねそう、何の話したか分かんなくなっちゃったはい、ふるさと納税、それはふるさと納税したらみんなであの河原町に行きましょう、はいはい、そう、夜の水族館にずっと行きたかったんです。でも行けなかったので、また何かあったら夜の水族館に行きたいんですよ。なので今一番やりたいことは水族館に行きたい。もう水族館なんてね、 3,4 年前にパパと福岡観光で行ったっきりくらい、それ以来水族館なんて行ってなくって、でしかも夜の水族館っていいじゃないですか、めっちゃそうね、夜の水族館に行きたくて、水族館に行きたいですみなさんは今やりたいことなんかありますか？公園に行きたい、そうだよね、てか私も公園したい夜の動物園なら行ったことある、私もあるよ、私も小学生の夏休みぐらいに夜の動物園行きました。なんかちょっと怖かったけど、あの夜に乗る遊具がめっちゃ楽しかった夜だとやっぱ景色が全然違くてめっちゃ楽しかったですね。4日前に戻って舞台の支払いしたそれは忘れちゃダメだよ夜の話聞いてみて、めっちゃ楽しそう。シンガポールのナイトサファリーよ、めっちゃ楽しそうじゃん。夜の動物園ちょっと怖いよね夜にイノシシ見たことある見たことある夜のイノシシって可愛い、なんか結局海幸山幸なんていいね。福岡じゃないや、宮崎の観光列車です
なんか今やりたいこと、今やりたいことって難しいな。あとなんだろう、あとお祭り行きたいよね。お祭りに行きたい。花火大会とか行きたい。とりあえずお祭りでいろんな屋台を食べ歩きしたい。そう、食べ歩きしたいですね。連休中に河原町のアジト行ったんだけど、しまってない。あー、そう、私河原町大好き大使っていうのをやっておりまして、福岡の河原町っていう町があるんですけど、ぜひ皆さん、いい、すごくいいところなので行ってみてください。今日スーパーでラムネ買って、いいね、ラムネ飲みたいね。激辛なものが食べたい。いつでも食べれるよ。かき氷食べ歩きしたかったけど夏はもう終わりかな。確かにね。なんだっけ、あれ食べたかったね。はかき氷じゃなくていちご削り、いちご削り食べたかった。シャシー彼女が楽しみすぎる。それな、シャシー彼女っていう舞台を10月に福岡の東神町の劇場でやりますので、皆さん、今ちょっとチケット販売は終了しちゃったんですけど、お楽しみにしてください。チームオレンジでどこか行くって言ってたよね。あー、チームオレンジでもどこか行きたい。チームオレンジでどこか行くんだったらさ、それこそ水族館とか行きたいよね。いちご狩りも行きたいな。あと何がある？なんか今すごい食べ歩きしたい。すごく食べ歩きしたくなったな。なんかこの間北九州映画の試写会、上映会がありまして、でその上映会に参加させていただいたんですけれども、それが浅草であったんですよ。で浅草であって、でせっかく浅草来たし、ちょっとだけ休憩時間に回ろうってなって回ったんですけど、やっぱこの状況で食べ歩きっていうのができなくって、お店の近くでちょっとだけこう立ち止まって食べたりだとか、あとは基本的にはテイクアウトっていうんですか、箱に包んでもらっておのおの持って帰って食べるっていうのになってて、なんかそれがすごく寂しくって、あー、食べ歩きしたいなと思いましたね今。そう、浴衣着たんですよ、その時に。メロンパンがすごいらしい。そう、メロンパンすごかったよ。メロンパンね、すごかった。メロンパンすごかったです。いっぱいやりたいことありますね。写真家のために1年半ぶりに博多遠征します。だってありがとうございます、嬉しい。お寺とか行きました。それでなんかなんだっけ、浅草、あそこなんていう、浅草のあそこなんていうんだ、雷門のところ、あそこがお寺なのか神社なのかっていう話をしましたね。浅草寺っていうのかな、がか、え、お寺なのにお守りとかあって、おみくじとかするんですかみたいな。お寺なの？神社なの？っていう話をみんなでしてました。お寺だよね？みたいな。で、監督にどういう仕組みなのかみたいなのを教えてもらいました。
とめちゃくちゃ曇ってたんですよ。曇ってたっていうかもう雨で、その私たちが浅草にいた期間がずっとあのめちゃくちゃ雨降ってたし、めちゃくちゃ曇ってたんですけど、雨が止んでパッて見たらスカイツリー、あれスカイツリーだよね、スカイツリーがあの雲がかってて、雲がこう雲がかってスカイツリーが立ってて、なんかその景色がなんかすごく神秘的で、うわすごいなって思いましたやっぱ田舎者なんでツリーとかタワーとか大好きなんで。でも一回だけ特典映像でスカイツリーに登ったことがあるんですけど、スカイツリーの上からなんかなんて言うんですか、なんか車とか下に立ってる建物とかを見てたら、なんかいろんなことがすごくどうでもよくなってなんかいろいろここから見たらいろんなことがちっぽけだなと思ったら、なんか本当に30分ぐらいただずっとぼーっとそこから下を眺めてて、なんかスカイツリーまた登りたいなと思いましたなんか不思議な気持ちになりました。あとワンピースタワー、東京タワーのワンピースタワーには行ったことあるんですけど、東京タワーの展望台っていうんですか、あそこまでは行ったことがなくて、なのであそこまで登ってみたいなとも思ってます。やりたいこといっぱいある今今やりたいこといっぱいあるわ。なんか遊園地とかも行きたいし、バーベキューとかもしたいし、あとあれね、おしゃべり会、おしゃべり会がしたいね。おしゃべり会もしたい。関東とかあの福岡の方はね、結構ね劇場とかやってたりとかするから、あのなんやかんやで、ね、会える機会があるんだけど、関東で全然何もイベントとかが出てきてないから、関東行きたいですね。キャンプのカレーってなんで美味しいんだろうね。確かに今もでも新しくなって、私はすごく好きだったよ。海外の人ともつながれるし カレーライス嫌いな子いたは、あ最近もうしないんだけど最近ショートカットにしたいって思うようになった。最近またショートカット欲が出てきたんだけど、絶対に髪を切ったら私は後悔するからもう切らないんだけど絶対に切らないんだけど、最近またショートカットにしたいなって思うようになってきちゃった。したいんだけど絶対にしたら後悔するから絶対にしたら後悔する。私はなんで伸ばしてるのって言われると、やっぱりそろそろイメチェンしたいなと思って。私 HKT に入ってからマジで4年ぐらい本当にずっとショートカットで、でなんかショートカットの
なんていうんですか、元気元気な、なんかスポーティースポーティー少女みたいなのはすごい、その感じもすごい良かったんだけど、もう二十歳になったし、分かりやすいイメチェンしたいなと思って、でもうちょっと顔が大人になってショートカットにしても、なんかスポーティー少女にならなくなったらもう一回髪切りたいなと思ってるんですけど、だからとりあえず伸ばしてみてるとりあえず伸ばしてみてますね。後悔を重ねて成長するやろ後悔を重ねて成長する、マジそんなこと言っちゃう。姉ちゃんこの1年半じゃずっと同じ長さ、それな。てかね、切ってもね気づかれないのよ私。一回ね、ほんと10センチぐらい切ったんだよ。みんな気づいてた私一回こんくらい切ったんだよ多分今。あのその10センチ切ってなかったら今多分このくらいだと思うよ私、髪の長さで。一回ちょっと長くてちょっとなんか汚いなってちょっと一瞬思っちゃって、本当に10センチぐらい切ったんだけど、マジで誰も気づいてない誰も気づいてないし、髪の毛を切ったとか公園だったんだけど、その後会う人に本当髪伸びたよねって言われてて、本当に何人も何人も、本当 3,4 人に言われたの、マジ髪伸びたよねって言われて、いや私今10センチ切ってきたばっかりなんですっていう話をしてたそう、そのぐらいね、イメージだよね。ほんとこの長さって難しいよね そう、みんな気づいてくれなかった。でもマジでその時、あの時は切ったことを、あなんかすっきりしたなみたいな、さっぱりしたなって思ってたんだけど、でもあの時切ってなかったらこのくらいだったんだって思ったら、切らなかったらよかったなってちょっと思っちゃうちょっとなんか切らなかったらよかったなってちょっとだけ思っちゃいましたねじゃあもうそろそろ7時半になるので急なんですけど7時半になるので、そろそろ次の人に電話かけようかなと思ってるんですけれどもふふ強引な展開それなさあ、じゃあ一回みんな誰かなってちょっと想像してみてください。予想してみて、誰がだと思いますか前回は一緒に住んでる日向にしたんですようんうんうん、はあ、はあ、ヒントはそうですね、まあ、結構絞られると思うんですけど、先輩です。ヒントは先輩です。おーおーおーおおおナッピ多いな。ナッピとマイさん多いですね。あー葵さん、なるほどなるほど。あーシナモンさん、秋吉さん、あ戻ったりしてまたリーヌさんに逆戻りほうほうほう、じゃあそろそろかけてみますね
いいですか、みんな書けるよ。私すごい緊張するんだけど。書けます。あ、もしもし。あの今ショールームで配信してるんですけど、スピーカーにしてもいいですか？とじゃあお名前をお願いします。松岡アンナです。イエーイ。わーい、わーい、松岡花さんです。はーい。結構みんなに予想してもらったんですけど、はい、ちょいちょいいました。意外。ちょいちょいいました。はい、なんかでも結構同期は多かったんですけど、うん、みんな予想してくれてました、花さんって。あ、でも連絡来た時、はい、意外って思った。いや、私前回がリーヌさんから回ってきたんですよ。あ、そっか。そうなんですよ。だからちょっと意外なとこ行きたいなと思って。なるほど、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、ちょっと決め台詞やらなきゃいけないんで。はい。あ、間違えた。あ、間違えました。先にトークテーマでした。そうですね、トークテーマか、うん、トークテーマちょっと考えてなかったの、忘れてた。はい、そしたら、うん、じゃあ今メンバーと会ったら、うん、一番話したいこと。おー、分かった。はい、メンバーと話したいことを、じゃあ、うん、明日ですね。はい、明日、じゃあ明日よろしくお願いします。はーい。ありがとうございます。またねー。失礼します。バイバーイ。はい。ということで松岡花さんでしたー。イエーイ。結構花さんだと思ってくれてる人がいましたね。 iPhone カバーヒントだった。あ、そうです。あ、でも昨日ヒントだって言うと、昨日ちょっとだけ分かる人には分かるかなみたいな匂わせをしてるんですよ。昨日の私の撮ってる人この中にどんくらい行ってくるか分かんないんですけど、昨日の私のお休みメールで、あの私のモバイルメールですね、のお休みメール の配信するから見てねっていう最後に、いつもは絶対つけないんですけど花の絵文字をつけたんですよ。お花のね、お花の絵文字をつけてまして、なのでちょっと一瞬誰か気づくかなと思って、ちょっとだけ匂わせしました。匂わなかった。全然気づかなかった。でも私絵文字使わないから、全然お花の絵文字とか文字全然使わないから、誰か気づくかなと思ったんですけど、誰も気づいてなかったですね。はい、ということで明日は松岡花さんに、はい、回しましたので、皆さん明日花さんにね、今メンバーと会ったら話したいことお話ししてもらいたいなと思います。あー、秋吉さんね、秋吉さんだったらみかんにするじゃん、だって。はい、ということなので、皆さんではお楽しみに。花さんは、花さんもやっぱり激ハジですかね。激ハジでおしゃべりするようになりまして、で一回だけ外でご飯に行ったことがあって、あきちゃんとシナモンさんと、劇始まる前に、で本当に私花さんが
プライベートで外に出てるっていう想像があんまりつかなくって、お仕事以外であんまりそういうイメージがなかったので、すごいなんか夢みたいな時間だったんですけど、それからちょいちょいおしゃべりするようになりまして、あのその後まだね、あのラジオブースのあのなんていうんですか、こう決まりとかもあって一緒にまだできたことはないんですけど、あの桃地浜女学院っていうあのラジオをまいさんと花さんと HKT の3この3人でやらせていただいてまして、あとはあの福岡吉本の芸人さんもなんですけど、その3人でさせていただいてまして、まあ、それが共通の話になっていっぱいおしゃべりしたりするんですけれども、よく最近ちょくちょくおしゃべりする仲だったので花さんに最近個人的にはちょくちょくお話しするけど、まあ、みんなが意外だなって思うかなって人にしたかったので花さんに回しましたなので皆さんお楽しみに。はい、じゃあ明日、ああ間違えた、AKB48 AKB48 って自分で言うのなんか変な感じ、 AKB48 のあのあ桃地浜女学院って言おうとしちゃった、 AKB48 の明日よろしく、そろそろ終わるのでユーザーランキングを発表したいと思います。いきます、じゃあ5位からですね、5位から発表します。5位、あつおさん、ありがとうございます。ナッピ推しなのかなこの人が、あ、ナッピちゃんに愛を込めて出てる。4位、コバコバコバヤン、ありがとうございます。3位、ブラッド大ちゃん、ありがとうございます。2位、ヒロさん、ありがとうございます。1位、デュークさん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん見てくださって。あ、やっぱちゃんと告知、みょうやろっていうアカウントだっていうのもあるんですけど、私いつも告知せずにあの10分前とかに急に今からやりますって言って始めちゃったりするんですけど、ちゃんと告知したらこんなにたくさん人が来てくれるんですね。学びました、ちゃんと告知しますこれから多分はい、ということで皆さん見てくださってありがとうございました。すごいパチ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 みんなしてくれてる。あ、トナカイもありがとうございました。またね、バイバイはい、ところで、あ、ところでじゃないところでじゃない、良きところでっていうのを読んじゃった。はい、それではもうグダグダだよ。それでは HKT48 の地頭やねねと、トナカイでした。バイバーイ、明日よろしく、バイバーイ。